はい、先ほどの元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。梅酒の、蝶屋の梅酒のプレミアム完熟、濁り。若山産南高梅 100% 使用。アルコール度数 4%。酸味料、香料、着色料が無添加。本格梅酒となってます。あ、これ本格梅酒なんだ。ああ。これ以前ね、蝶屋のね、なんか飲んだ時に、言いましたけど、梅酒の、蝶屋の梅酒は、基本的に、すべて、本格梅酒らしいですね。原材料が、砂糖と梅、かっこ和歌山産南高梅と、酒精と梅ピューレ、かっこ和歌山産南高梅。容量が 250cc。こちらが値段がいくらだったっけ？結構高かった気がするな。これセブンイレブンで売ってたっぽいですね。セブンプレミアムって書いてある。まあいいや。梅酒って無駄に高いよな。100いくらだろうな。150円ぐらいするんじゃん。下手したら180円とかするから、ね、普通に。180円とかするから。完璧。青じそドレッシング。in 豆腐。あ、うまい。うん。あ、意外といけるな。うん。うん。あ、おいしい。梅酒。あ、意外といけるな、これ。うん。関係ないんだけど、最近じゃねえや。今日ですね。本当は、もやしを、スーパーで買ってきて、で、それを、おひたしにして、おひたしだっけ？にして食べようと思ったんだけど、そこの店がね、スーパーがね、もやしが17円ぐらいなんですよね。なんで激安なんですよ。だから、売り切れてましたね。まあ、もやしって、あれ意外と栄養あるらしいけどね。意外と、安いくせに。栄養あるから。あれもしかしたら、もやしもね、今のうちだけかもしれないです。値段安いのはね、案外、じゃがいもみたいに、今年だったっけ？じゃがいも、なんか高騰したじゃないですか。あれみたいに意外と、もう来年以降、もやしが高くなるかもしれない。あんなのわかんない。だから聞いた話によると、もやし農家って、本当に安いから、ほとんど儲けがないから、なんか嘆いてるらしい。
だから、あれだよ。確かに栄養があってあんなにさ、量も多いしさ。なんであんなに、あれ、もやしだけ安いんだろうって、思うんだけど、俺もよくわかんない。だってさ、キュウリの方が栄養ないんだぜ。キュウリって確か野菜の中で一番栄養ないんじゃなかったっけ？なんかギネス記録登録されたらしいからね。キュウリは、一番なんか、野菜で栄養価が少ない野菜としてなんか、ギネス登録されたらしいから。だってキュウリなんて何本？ 3 本で100円とかでしょ。もっとするか。1本50円ぐらいしないか。1本50円ぐらいか。1本か、いや1本、いや2本で100円か、3本で100円とかだよね。いやそんな、それぐらいだと思うんだけど、2本で100円かな。そんぐらいだと思うんだけど、それに比べたらもうあれだよね。もやしってほんと不遇だよ。なんであんなに、もやしって不遇なんだろう。なんであんなにもやしって安いのかよくわかんない。確かにこれあれだな。ちょっと甘い、うん、まろやかな味、コクがあるというか。もやしはなぜあんなに安くて利益が出るのか。原料の、緑豆は中国産で安い。原産米は原産豆 100% 輸入らしい。うん。スプラウトの一種で種自体の栄養のみで育つ。うん。光も土も必要ないので室内で育てられる上、必要なのは水だけ。あ。種に水分を与えてから出荷するまでたったの8日間。手間暇かからず、費用代も不要だから、ああ、低コスト。なるほどね。土がいらないんだ。なるほど。自動化された工場で作られ、電子化、機械化されているため、人的労働力があまり必要ない。そして天候に左右されない安定量を安定的量産、はあ。栽培にかかる原価が極めて安上がりな上、販売価格も安い。極めて安上がりだからこそ販売価格が安いんだ。ね。消費者も質の良いものが安い値段で入手できることから、気軽に購入するようになり、市場の回転も迅速かつ円滑。栄養素も抜群なもやし。もやしはいろいろな栄養素をふんだんに含んだヘルシーな食品。はあ、なんと 100g あたり 91.6g が水です。ところがその同じ 100g 中に、タンパク質、炭水化物、カルシウム、鉄分、カリウム、ビタミン B1、B2、ビタミン C、も含まれて。一つの食材でこれだけバランスよくビタミンやミネラルを、摂取できるに野菜はなかなかありません。へぇ。そうなんだ。それは知らんかった。
もやし炒めとか普通にうまいよな。もやし炒めと、もやしと、レバー入れて、ニラ入れて、ね。最強。レバニラもやし、最強。うますぎて死にそうになる、俺は。それでお前ビールとかになると思う。ビールとか合わせたら、つまみには、最強だよね。スーパーで30円程度、安い時は10円台、特売セールで5円なんてこともある、もやし。節約の味方、もやしが危ない。もやし生産者協会が販売価格が安すぎる、適正価格ではないと訴える声明を発表しました。これが2017年の3月17日。なるほどね。そうだよね。17円とか20円ぐらいなんだよ。消費税入れても20円ぐらいだもんね。うん、総務省家計調査によると、もやしの販売価格は 100g あたり 15.61円。一般的にスーパーで売られて1袋過去 200g に換算すると約30円となります。あ、1袋 200g も入ってんだ、あれ。で、なんと40年前の価格よりも低いようです。はぁ、あ。しかし生産コスト自体は特にこの10年で上昇しています。はぁ、あ。もやしの原料となる、緑豆の、高騰や質の低下、採点賃金の上昇、運送費の上昇などが主な理由です。うん、確かにそうだよ、うん。もう最近何でも高いからな。最近さ、何でもかんでもさ、原料が高騰してさ、するでしょ。ね、原価が高騰してなんだ。まあ、知ってる人は知ってると思うけど、ほら、昔に比べて、うまい棒の長さが、どんどん短くなってると。ね。一本10円なのは変わんないんだけど、その分、原価が高騰してるから、だんだん短くなってるっていうね。雑学ですけど。うん。あれがものすごい、昔はもっと長かったってね。言うけどね。ということらしいです。せめて40円で売ってほしいと。2009年には、全国で230社以上あった生産者は、100社以上廃業し、現在では130社以下となっています。まあな。確かに安すぎるよな。うん、まあ、でも一袋、なあ、50円ぐらいだったら多分みんな買うぜ。普通に。うん、まあ一袋100円とかになったら困る。誰も買わないと思うけど。まあ、一袋50円でしょ？二袋で100円だべ。なあ。うん。
2袋100円か。2袋100円か。まあ、2袋100円だったら、まあ、しゃあねえかっつって買うんじゃない。ということでね、皆さん、もやしがね、今はね、安いですけど、もしかしたら来年には、1袋50円ぐらいになってる可能性もね、全然あり得ると、ことですよ。もう何でも上がってくからね。とか言ってるとね、本当に、ね、今ね深夜の2時20分ですけど、またしても眠れないという、もやし安いんだけど、あのいちいちもやし炒めにするのはめんどくさくてな、あのなんていうかなもやし炒めがめんどくせえんだよマジで。あれ、かさばるでしょ？一袋、あの、フライパンにさ、一袋バッて入れてさ、熱してるとさ、なんかすんげーかさばってさ、ボワボワーってなってさ、なかなか炒められないんだよね。それが腹立つんだよ。それが腹立つんだけど。まあ、煮てしまえばいいんだよ。簡単な話。俺はそこで気づいた。これ煮ればいいんじゃね？気づいてしまった。煮るでしょ。で、煮たらこう体積ちっちゃくなるじゃないですか。何でもそうだけど、野菜とかって。そうすると、もう、こんぐらいになるわけよ、多分。これぐらいの、あの、おにぎり1個分ぐらいになるぐらい。になるんです。で、冷やして、こうギュッギュッギュッってやって、絞って、水気をこうやって絞るじゃん。で、できたやつを、もうそのままここに、これバーンって乗っけて、で、醤油かけて食うって。あれ、普通にうまいと思うけどな。いわゆる、なんていうのかな。もやしの佃煮じゃなくて、なんだ。おひたし。ああ。最近は小松菜とかね、めっちゃ食ってるけどね。小松菜のおひたしとか、あの、ほうれん草のおひたしとかめちゃくちゃうまくてさ。あ、ほうれん草とか小松菜がさ、うまくてね。あの、冷凍ですけどね。あの、業務用スーパーってあるじゃないですか。あそこで 500g、130円ぐらいで売ってるんですね。あれね。小松菜とかが。小松菜の冷凍もんが、あの 500g で、130円とか150円ぐらいで売ってる。それがさ、俺小松菜とかほうれん草が大好きで、で、よく買うんだけどさ、一袋大体あの普通の小松菜生のやつって大体一袋170円ぐらいするの。で、重さ測ったら 200g ぐらいなのよね。そう考えると冷凍のやつ、あの業務用スーパーってものすごく安いなと思って。まあただし、多分あれ中国産なんだよね。中国産なんだよ。で、あの生のやつは大体茨城産とか、あの千葉産なんだよ。まあ、国産ですよ。だからかと。まあ、でも確かに、もやし一袋17円とかだもんな。17円はちょっとな。安すぎる。しかも、あの、あれですよ。俺のとこの近くのスーパーの一袋限りとかじゃないよ。普通に、あの、無制限に買える。
無制限に変えるから、ただ、もやしって持たないんだよね。あれが。もうあの、二日ぐらいしか持たない。三日ぐらいかな。賞味期限多分三日ぐらいなんですよ。全然持たないから。だから、冷凍させりゃいいっていう話もよく聞くんだけど、ただね、俺の場合ね、あの、冷凍庫が今パンパンっていうか、ね、ちっちゃいん。冷凍庫がね、やっぱね、ちっちゃいんだ。ちっちゃいっていうか普通なんだけど、一人暮らしだったら普通なんだけど、やっぱり一人暮らしって結構冷凍庫が割と重要で、ほんと何でも冷凍しておけるからね。まあ、とりあえずあの、米をまず一升炊きのやつをあの全部冷凍するんですよ。一升炊いて、で、小分けにして冷凍しとく。もうそれだけでも結構いっぱいになるんです。で、さらに、あの、業務用スーパーの冷凍食品を適当にあの、漁ったりして、肉とか、あと、ほうれん草とかさ、適当に買ってると、もうすぐなくなるよね。すぐパンパンになるよね。うん。だからね、一人暮らしはほんと冷凍庫はね、重要ですよ。だいたい冷凍庫ってさ、あの、冷蔵庫って7、3ぐらいの割合でさ、あの、3がさ、冷凍庫じゃん。だけどね、一人暮らしだとね、5、5ぐらいでちょうどいいと思うね。冷凍庫の割合ね。もうむしろ別個であの、冷凍庫だけ買ってさ、売ってんじゃん。なんか、冷凍庫っていう、冷凍庫。もう別個で買いたいぐらいだもんね。かといって冷蔵庫の中も、あの、酒が大量に入ってるんだけど、酒が大量に入ってるから、あの、結局満タンなんですよね。本当に。もう最近なんてあの、食品、食品じゃないの入ってる。あの、カマキリの卵入ってるからね。カマキリの卵3つ入ってるからね。最近1個産んだんですよ。最近ね、あの、ハラビロカマキリっていうカマキリが、ね、あの、俺の、その徒歩10秒ぐらいのところの廊下に落ちてて、普通にいたんで、拾ったんですけど、そいつがね、卵産んだんですよ。でね、カマキリの卵っていうのはね、あの、あったかいとこに置いとくと、生まれてきちゃうんだよね。春と勘違いしてね。だから、ただ一回冷やす必要があるんですよね。孵化させるのに一回冷やす必要があるんだよ。いわゆる、冬だって冬を越さないといけないから、冬を、その冬っていうことを、あ、冬来たなってなって、一回冷やした後に、温めると、孵化するんです。ただ、とりあえず孵化は、まず、今のところ保留しときたいから、冷蔵庫の中に入れとく。冷蔵庫の中に入れとけば、まあ、孵化はしないですね。まあ、冷蔵庫の中だいたい、何度 ?5 度ぐらいか。5度か10度ぐらいだ。まあ、孵化はしないですね。ただね、カマキリもね、よくわかんないことに、あの、交尾もしてねえくせに、なぜか卵を産む個体があって、で、いろいろググったところによると、まあ、ここで話す理由でも、あれでもないんだけど、カマキリの卵って、孵化のする確率が、7割ぐらいらしいですね。うん。残りの3割孵化しないらしい。っていうね、情報を得たんです。これ普通じゃね？
で、しかも、その、無精卵で産む場合があるんですよね。だから、交尾してないくせに産みやがるんですよ。お前なんで産んでんっていう話。よくわかんないんですよ。なぜか産むんですよ。で、俺も昔飼ってた時、ガキの頃飼ってたんだけど、卵を産んだんだけど、いや、あれっていうね。あれ、お前交尾したっけみたいな。割と幼虫の頃から飼ってて、で、成虫になって卵産んだんですよ。あれ、お前交尾したっけみたいな。で、卵を結局孵化しなくて、春になっても孵化しないで、あれーみたいな感じ。だから、何なのかよくわかんないですよね。まあいいや。ということで、4433です。ご視聴ありがとうございました。